沢田研二です。日産ミッドナイトステーション、毎週火曜日の夜は僕沢田研二が気ままにお届けする60分です。さて今夜は日頃皆さんから送っていただいているおはがき、そしてリクエストにですねたっぷりお答えしようと思っております。毎週本当にたくさんのお便りが寄せられているわけですけれども、本当にもう一枚一枚ね顔があるというかね、個性があるというか、美しいものもあればそれなりのものもあるというね、まあ、それなりのハガキなんかは割とこうボツになりやすいんですけれども、まあ、数が膨大なもんですから、まあ、スタッフの段階でボツにされる方は僕の目に触れないわけでございますが、頑張っていただきたいと思っておりますけれども、さああなたのハガキが読まれるかどうか時間いっぱい読んでまいりたいと思いますので、沢田研二夜は気ままに、今夜はハガキとデスマッチです。それでは早速お便り紹介させていただきたいと思いますけれども、まずは埼玉県草加市の中山恵子さんからいただきました。こんばんは沢田さん、あんたはいつも人の字が綺麗だと、何々さんの字は綺麗だから目についたとか、字が綺麗だと読んでて気持ちがいいとか、なんとか言ってくれちゃってさ、あーどうせ私の字は汚いわよ、ふん読んでくんなくてもいいもん、でもね字は汚くったって絵は美術は学年で一等なんだぞ、綺麗におことなんて習ってんだぞ、いいわよもうジュリーなんてかっこよく書いてあげないから、フィーンジュリーのアホ書いてあります。あんたってブスに書けないんだもんって、かなり男前に書いてあるあのイラストがありますけどもね、追伸 PS あんたなんて言ってごめんなさい頑張ってねって書いてあります、イラスト の本当にもう男前に書いてありまして、渋いとか書いてありますけれどもね、まあさすが美術をやってる方のようで、鉛筆で書いていただいておりますけれども、それなりの字でございますけれども、読みやすい字ですね、はいありがとうございます。しかしこういう番組でございますから、気ままにこう選択してるわけでございましてね、なかなかあれでございます、当たるも発見当たらぬも発見という感じでね、採用されたりされなかったりですけれども、これに懲りずたくさん寄せていただきたいと思っておりますけれども、続いては茨城県の小山正美さん、18歳高校3年生の方からいただきました。ジュリーお元気ですか、毎日暑い日が続いていますから健康には十分注意してください。ところで私は、7月の後半、までずっと午前中は課外なんか授業があったのかな、で午後はプールと、暑さにもめげず頑張っていました。その疲れもあったのでしょうか、7月の末には学校から帰ってきて水着を洗うのに洗面所に行こうとすると、祖母が、明日学校に持って行きなさいと言ってジュースをくれたので、私はフリーザーに入れようと右手に水着、左手にジュースを持ってウキウキしながら台所へ行きました。そしてジュースをフリーザーに入れて洗面所へ水着を洗いに行ったのですが、いざ洗おうとするとアンダーショーツがないのです。恥ずかしいから必死で探したのですが、とうとう見つからず諦めてしまいました。ところが夜の11時頃、私が寝ようとすると台所からフリーザーにパンツなんか入れたの誰という声が聞こえたのです。私は思わず、あそれ私のと大声で叫んで台所へ、走っていきました。フリーザーを開けるとカチンカチンになったアンダーショーツがありました。それを見るなり家中が大爆笑の渦、私も自分のこととはいえあまりのおかしさに笑いが止まりませんでした。あ本当にどうしてこう私はドジなのでしょうか、やはり疲れてたんでしょうね。しかしそういう疲れた時にこうコチコチになったアンダーショーツを身につけるとヒヤッとして気持ちが良かったんではないかと思ったりしますけれどもはい、それでは、今日の1曲目、リクエストにお答えしたいと思います。板橋区の長尾恵美子さんからいただきました。シングルで発売してと書いてあります。思い出のアンダーショーツじゃなくて思い出のアニーローリーです。 Oh baby 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 好きなんだ、ここにいて揺らして、Baby, baby, baby, 変わらずに
一曲聴いていただきました。思い出のアーニーローリーでした。さて続けます。お便りの紹介、我孫子市の藤崎のり子さんからいただきました。前略、先日雨の降った晩のこと、私の友人は酔ったまま自転車に乗り、いつもは曲がりきれる、カーブの道路で転倒し、肩甲骨を折って入院しました。酔っ払い運転は怖いですね。飲酒運転はねえ。それが、24日のことでした。先月の24日ですね。彼は自己流でバイオリンやチェロを弾き、特に女性がチェロを両足の間に挟んで弾く仕草がこよなく好きなのですが、私には未だ触らせてくれません。その彼が10年ぶりぐらいでテレビのトップ10を見た時のこと、郷ひろみくんが出るとかっこいいなぁと感心しておりました。そして次にジュリーが出ると目をそらすわけでもなく、ただじっとジュリーが消えるまで画面を見つめています。その横顔が何か不気味な雰囲気、とうとう何も言いませんでした。それで彼の入院した翌日の25日、お見舞いも後回しにしてジュリーのコンサートに出かけてしまったのですけれど、後ろめたさを感じていたせいか、いつもより刺激的に楽しかったのは私の気のせいだったのでしょうか。先日退屈しのぎにラジオを上げたのですけれど、この番組は聞かないでしょう。彼はずっと昔からベートーベンがとても好きなのですけどっていう、これはどういうハガキかと推理いたしますとですね、これこのハガキを書いてくださった方は僕のファンの方で、多分この彼氏は僕のファンだということを知っててというね、こういうね、なんかなんとなくね、こう、刺激的に楽しかったとか変わった方ですね、あなたは。そうですか。まあいろいろあるんですね。しかしながら僕のファンって知ってて、そのまあお付き合いしてるという、そういう方も割とちらりほらいらっしゃるようですけども、どういうもんなんでしょうかね。そういえば石野真子ちゃんのジュリーがライバルというのがありましたけども、なんかそういう心境なのでしょうか。はい。さてさて、続けますが、今度は福岡県の天城市っていうんですかね、甘いという字に木ですね、江口佳代子さんからいただきました。最近とってもおかしかった話があるので書きますね。私の高校時代の友人の話です。友人はいつものように会社帰りに会社の人と二人で焼き鳥焼きを食べに行った、のです。友人は結婚していないのですが、
ファッションで左の薬指に指輪をはめていて、友人たちの横にサラリーマン風の2人の男性がいて、そのサラリーマンの人が友人の指輪を見て、てっきり結婚してると思い込んで、奥さん新婚と聞くので、友人もその場限りのつもりで、はい、つい2ヶ月前に結婚して、今日主人が出張だからこうして飲んでるの、なんて言うものですから、その男の人はハネムーンはどこ、ハワイと軽く答えると、は奇遇だな、僕も先日ハネムーンでハワイに行ってきたのですと言って、友人は行ってもいないハワイの話をして、その場は適当にしゃべくって帰ると、そのサラリーマンの人はなんと同じビルの中に働く人だったそうで、入り口などで時々会うそうで、決まって男の人はご主人元気と聞くそうで、いつも友人は顔を伏せて元気元気と言って逃げるようにして走り去るそうです。多分友人には結婚話はないでしょうというねそうですかね、うん、見栄もあるしね、かといってやっぱり結婚したいわね、複雑な心境を物語ってるようでございますけれども、やっぱりしかしハネムーンというとやっぱりハワイですかね、パッと浮かぶところっていうのは、まあ、割と遠くもなく、かといって近くもなくという、でまだその夢もあるというね、そういうところなんでしょうか、ハワイというのはね。はい、それでは、次の曲行ってみたいと思いますよ、リクエストにお答えしたいと思います。杉並区の板倉信枝さん、それから新宿区の荒木よしみさんからのリクエストです。ブルーハワイ、エルビス・プレスリーです。Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly, and you are heaven to me. はがきとデスマッチということですけれども、最近読まれるコツを掴んでる人もたくさんいらっしゃるようでございましてね、消印とかね、要するにその字層というのかな、その書体というか、その要するに字の層が同じなのよ、どう見たって。それをこう名前変えたりね、縦書きにしたり横書きにしたり、大体内容は同じにして、でちょっとずつ変えてると、まあその数打ち当たるっていうような感じでね、出してる人もいればね、それからまたこんな話が本当はあんのかなというようなね、これはできすぎの話じゃないかと思うようなね、まあ本当かもしれないんだけども、多少やっぱりこのなんていうんですか、こう脚色を交えて書いてくださってる人もいるようですし、この番組にハガキを出すのを日記代わりにしてる人もいるし、日付入れたりなんかしてね、ナンバー書いてる人っても多いですね、これ何通目です、未だに当たりませんとかね、そういうのもありますけども、それでは次の曲行ってみたいと思います。全然関係ない曲ですけど、北区の木村芳恵さんのリクエストです。 How about us? シャンペーン。
お便りを紹介しながら番組を進めておりますけれども、いろんなご希望ご意見また面白い話などありましたらどんどんお便りをお寄せいただきたいと思います。まだまだハガキとデスマッチ、その前にコマーシャル、さらに番組は続きましてお便りのご紹介ですが、杉並区の江村美恵子さんからいただきましたお便り。さて今日は質問が一つあります。彼の不安から聞いた話ですが、この彼とは、まあ、続きましょう。ジュリーは以前フランスへレコーディングで行った時、リチャード・クレーダーマンのピアノをバックに歌ったことがあるとか。もう 5,6 年前のことですが、その頃から彼はポピュラーの方も手掛けるようになったとか聞きましたが、古い話で恐縮ですが覚えていたら教えてください、よろしく、ということですよね。彼のファンからというのはリチャード・クレーダーマンでのファンの方からっていうことでしょうかね。まあ、自分としては記憶はないんですけれども、まあそうね、レコーディングの時にレコーディングミュージシャンとしてリチャード・クレーダーマンがアルバイトしたのかもしれない、アルバイトっていう言い方おかしいんだけども、まあ、あのスタジオミュージシャンとしてやってたことがあったのなら、あり得ることだけど、僕は名前は聞いたことはないです、リチャード・クレーダーマンという、その当時はね、うん、ですから あり得ることだろうとは思うけれども、でもどうなんでしょうね、ということでございますね。はい、はい、そんなしでございました。続きましてもう一つ質問のお便りですけれども、岐阜県揖斐郡、揖斐郡ですか、亀貝純子さん18歳の方からいただきました。ジュリーさんこんばんは、今日は2つの質問に答えてほしいのです。その1、秋から TBS 木曜座に出演するそうですね、どんな内容ですか。それから共演する滝川由美さんのこと、どんな人だと思いますか。美人な人だから気になっちゃう。そうですか。その2、去年の暮れ放送される予定だったラジオドラマ TBS ラジオでね、渥美清さんとやるという、記事が出たことがありましたけども、どうなっちゃったんですか。おじゃんになってしまったんです。
楽しみに待ってるのになっていうお便りですけども、まあ木曜座の方ですけども、木曜座でございまして、木曜座ですから10時から11時の1時間ですかね、そこで、まあファッション業界のファッションメーカーの営業マンになって、まあラブロマンスというかそういう感じなんですけど、僕の役どころっていうのは、いい名付けがいて、でまあごくごく平凡にというようなそういう生活をしようと、してるところに、まあ、滝川由美さんが現れてね、ファッションデザイナーのその人ともこう、まあ、ロマンスがあったりというそういう程度しかまだ分かっちゃいないのでございますけれども、その録画撮りなんかはもう8月の末頃から、ぼちぼち始まるんですけどね、ですからまあおいおいお知らせしたいと思っておりますけども、それから、ラジオドラマの方ですけども、これはあの岸田蓮さんじゃなくて斉藤蓮さん斉藤蓮さんのオリジナル脚本のやつなんですけれども、台本はもう出来上がっててね、であのスケジュールの都合がつかなくて、お流れになってるんですけども、台本もあるし、それから中にあの挿入される歌も宇崎さんの曲と、それから僕が作った曲と、あと小室仁さんなんかも作ってもらってという、そういうね大変、まあ、ラジオでこうすごくイメージが広がる内容のドラマなんですよね。ですからもういつからきっとやりたいなとは思ってるんですけど、こっちの方はかなりスケールの大きい、ストーリーなんですけどね、まあ、これもあの実現の兆しが見えましたらお知らせしたいと思っておりますけども、はい、そういうことでございました。さて、またまた歌の方に参りたいと思いますけども、宮城県の児玉まりえさん、北九州市の米村由紀さんのリクエストをいただきました、お前がパラダイス、お楽しみです。
今日はハガキとデスマッチ、さらにお便りの紹介が続きますけれども、死ぬまでジュリーのファン、中野の住人ジュリエさんからいただきましたけれども、本名をちゃんと書いてください。話は変わりますがっていうね、ちょっと途中省かせていただきまして、今ですね、某テレビ局で年末でもないのになんとか音楽祭最終ノミネートなるものを放送していました。以前紅白ベスト10という番組がありましたが、私の記憶ではほとんど、出場したことがなかったと思います。あなたは本当に私の不安だったのか。タイガースの頃から出てますよ。タイガースの頃から出ててね、でね、あの笑って笑って60分じゃないわ、あの、なんちゅう番組だっけな、そう、あの材木町のテレビ局の番組が月曜日の8時9時でできた、それが渡辺プロが番組作ったわけよ。それ以来出てないわけよ、うん、渡辺プロの、所属してる人はその同じ時間裏番組には出ないということになったの。だからそれ以前は出てたんですよ。はい。でもランキング重視の内容になってからは、渚のラブレターがベスト10に入るのでやっと出てくるようになったでしょ。ですからね、絶対今日の音楽祭には、出演なさると信じていたのです。嫌いな人の時はチャンネルをカチャカチャ回して2時間テレビの前に陣取っていたところ、なんとジュリーは出ないではないですか。なぜなぜこの音楽祭には去年も一昨年も、そしてトップ10には出演してたのに今度も出ないのですか。不思議で不思議で眠れません。どうかどうか納得できるよう説明してください。秘密のことでしたらこの場だけで絶対口外しませんからお願いです。秘密のことってのは全然ないけどね、まあ、この音楽祭というのははっきり言いまして NTV 音楽祭でございまして、これは、まあ、日本テレビの日本テレビに関して、まあ、貢献度のあった人たちを、まあ、表彰するという、まあ、それが趣旨なことなんです。趣旨なんです。で、まあ、僕自身といたしましては、まあ、ここそういういろんな関係があって、まあ、貢献してると言ってもそんなにあれだし、それから、まあ、今回のことに関してはノミネートの日にはスケジュールは空いてたけれども、その本選の日にですね、確か8月20日ぐらいだったと思うんですけど、ちょうど僕は地方行ってるっていうか、確か福岡だったと思うんですね。で、一応まあ、スタッフの人たちっていうのは、トップ10のスタッフの人たちが、その音楽祭もやってられるんで、その日空いてるかって聞かれたことは聞かれたらしいんです。で当日その武道館にいないと、で、まあ、いけないという、まあ規則じゃないけど、まあ、建前があるというんで、で、まあ、今回は、まあ、別にそんな参加したところでノミネートの段階までだろうというようなこともあってですよ。ですからまた来年そういうご縁がありましたらよろしくということで、で今回は出なかったわけです。ですから別に何もないの、うん、まあそのうちね、チャンスもあるでしょう。そのうちなんとかなるだろうというね、植木仁さんの歌がありましたが、なんでそんな音が出てくるんだよ。はい、それでは次のお便りですけど、台東区の、久下沼時子さん、17歳の方からいただきましたが、ちょっとまあ古い話ですけども、渋谷公会でのコンサートに行ってきました。これでジュリーのコンサートは4回目なのですが、なんかまだ慣れないというかダメなんですと。他のバンドのコンサートでは前に出て踊れる私でも、ジュリーのコンサートでは手拍子だけは一生懸命叩くのですが、ジュリーがイエーと言ってもイエーと言い返すことができないのです。なんか魔法にでもかかったみたいに硬直しちゃって、ロックンロールとジュリーが大好きなのに素直に、ね、会場の雰囲気になれない自分が情けなくって、二十歳過ぎのお姉様方が声を出しているのを見て、なんか羨ましいなと感じたりするのです。なんとか打ち解ける方法はないでしょうか。それはあんたが打ち解ければいいんじゃないね。でもこういう方も多いのかなと思いますね。うん、そう。でもあなたは他のコンサートとかではね、一緒にわーっとこう騒げるのにっていう、何なんでしょうねこの原因は。僕が怖いんですか、なんかするとお尻連れなられそうだとか思うわけですか。別にそんな触ったりしませんから、いくら触った検事って言ってもそんなことしませんから大丈夫ですけどね。でもいろいろ、まあ、今までずっと回ってきましたけれどもね、まあいろいろありましたよ。でもね、まあ、過激にこうあじったりなんかしましたけどね、お前らも冷やかしに来てんのかって言ったこともありましたけども、しかしまあどっちにしろ最近こう目についたのはね、なんかすごい年配の方でね、まあ、中年の方といいますか、で身なりもすごく
こうちょっとブルジョアというのがなんかお金持ちの奥さんみたいな感じの人がね、なんか杉良太郎さんとか行けば良さそうなっていうような人がね、こうまじまじとそれぞれのメンバーの顔をこうじっと見ながらね、手拍子するでもなく気持ち悪いで、なんかその見てるとこも顔とか見てるんじゃなくて一点を見つめてるような、な気持ち悪いなったよな、まあ、そんな人が一番前いるわけ、まあ、一番前っていうのはその一番高い席なわけでしょう、まあ、4000円とかそういう席なわけね。で同じ見るならやっぱり一番いいとこがいいわってな感じでね、お金余ってるものっていうような雰囲気かな。で前来てさ、じろーってジッパーを下げるばかりがノーじゃないぜ世の中なんていうとこはもう一点にビューっと来てるっていう感じでね、なんか弛緩されてるという感じがいたしましたけども、本当にそういう人たちがこう年配の人たちで特にこう男の人たちなんかでもね、こう足をガーッと組んでね、踏んどり返ってみて、別に乗ってるのかっていうと乗ってるわけでもなく、乗ってないかっていうと乗ってないわけではないというような、そういう雰囲気も非常に合いにくいなとは思うんですけどね。それからまた東京の人っていうか関東地方の人が地方まで来て一番前に座ってる、これもやりにくいななんかな、まあいろいろございますけれども、まあしかし本当になんか魔法にでもかかったっていうのもオーバーでしょうけども、こう硬直しちゃってどうもこう、リラックスできないという方も多いんだろうとは思いますけども、それを解決するっていうのはやっぱりこう自分自身のまあ言葉で言うと努力しかないんじゃないでしょうか。その何を遠慮することは、あんた金払って来てんやから、あんな好きなようにせんとかっこ悪いでっていうか損やでっていう、それしかないですね。うん、はい、そういうことでございまして、いよいよ最後の曲になりましたけども、ハガキとデスマッチ、本当になんか今日はたっぷりあったなという感じがいたしましたけど、最後の曲もリクエストカードからお届けしたいと思います。コンサートではテープで、流れておりますけれども、小田原市の尾又由香さんからもリクエストいただいております。 LP の中からシャワーをお届けしましょう。
今夜の日産ミッドナイトステーション、沢田研二夜は気ままには、皆さんから寄せられたおはがき、そしてリクエストの大特集でお届けしました。まあ二十数枚ご紹介したんですけれども、これでも当たらなかったという方もいらっしゃると思いますが、これに懲りずどしどしお寄せください。またいつかはがき大特集をやろうと思っております。気ままにね、気軽に1枚出していただきたいと思っておりますよ。さて来週のこの時間は僕のバンドエキゾーティクスのメンバーの中から、まあ、全員で来てもガヤガヤしますので、ベースの吉田健、そしてギターの柴山和彦の2人をゲストに引っ張り出してみたいと思っております。まあ、どういうことになりますかちょっと心配でございますけども、それではまた来週、沢田健二でした。